青の玲は、愛媛県松山市出身のスノーボード選手。松山城南高等学校卒業、松山大学経営学部中退、日本体育大学体育学部卒業。2009年スノーボード世界選手権韓国、カンボンド大会日本人男子初の優勝者。ヨネックスと契約を結んでおり、同じく同社とスポンサー契約をしている、石川亮と共に、W 亮と呼ばれる。 2006から07スノーボードワールドカップでハーフパイプ種目で総合優勝を果たした。日本人でスノーボードワールドカップで総合優勝を果たした選手は彼の他に今井迷路山岡里子しかおらず、日本人の男性としては初の総合優勝である。小学校4年時よりスノーボードを始め、東恩市内にある国内最大級の屋内ゲレンで、 アクロス・シゲノブで練習をしてきた。2004年には JOC ジュニアオリンピックで優勝。2005年には連覇を達成する。2006年は15歳にしてシニアの大会である FIS ・キスマークカップスノーボードジャパンに出場し優勝を果たす。その後は日本代表として世界を物体に戦い、2006から07スノーボードワールドカップでは ハーフパイプ競技で、フラノ大会、カルガリー大会などでの優勝を果たし、総合優勝を果たした。2008年1月27日に、アメリカのコロラドで行われたウィンター X、ゲームスメンズスノーボードスパーパイプで、ショーンホワイトに続く2位になり、銀メダルを獲得。2009年スノーボード世界選手権、ハーフパイプ男子で優勝し、 日本人初のスノーボード世界選手権覇者となった。2010年バンクーバーオリンピックスノーボードハーフパイプ日本代表。予選第一組では2位につけストレートで決勝進出を果たしたものの、決勝では1回目は最初の空中姿勢を崩し、2回目は最後の着地時にバランスを崩し、メダルには届かず9位。バンクーバー冬季五輪の国和の服装問題において、 競技の先輩でもある、国母を擁護した人物の一人である。2012年1月29日に、アメリカのコロラドで行われたウィンター X ゲームズ2012、スノーボードメンズスパーパイプで、銅メダルを獲得。2013年地元松山大学を中退し、将来は、スポーツ指導者を志すとともにより良い、練習環境を求めて、同年四月三日東京の日本体育。 大学体育学部社会体育学科に入学した。現在日体大学誘拐スキー部、フリースタイルブロックに所属。2014年2月、ソチオリンピックスノーボード新種目、スロープスタイル8位入賞の角野勇気ハープパイプ平野歩夢、平岡拓などは、アクロス重信の後輩にあたる。 2014から15年シーズンは大会には出場せず怪我のリハビリに専念した。2015から16年シーズンはマンモスマウンテン大会のワールドカップで優勝、パークシティ大会で2位となり2月に札幌で行われる最終戦を残して7年ぶり3度目の種目別優勝を果たした。最終戦の札幌大会では2月12日の予選を8位で、 通過し14日の決勝で優勝。2017から18年シーズンを最後に引退を表明。ピョンチャン東京五輪では日本代表のコーチとして帯同した。ありがとうございます。